どうもコブラです。今回はニュートラルテールジェムの入手方法について、やりやすいやり方を皆様にご紹介いたします。それではこちら、虫剣はヒットするたびにダメージアッププラス10となります。こちらは強化すればプラス15となります。ブレイドストームは虫剣の効果でありますが、パークの効果をより引き上げるためにブレイドストームのセルを入れます。パークの構成に関してはレイジ、ブレイドストーム、シャーペンを入れて、よりパーツに与えるダメージアップを狙います。プライベートハントを選択した理由は、一人でやった方が比較的部位が破壊しやすいです。そして体力お化けにもなりません。この豚から2分以内に尻尾を切断します。なので比較的虫剣がやりやすいです。先ほどの構成、パークの構成に関して言うと、レイジはベヒーモスに与えるダメージアップ、ブレイドストームはヒットするたびに与えるダメージアップ、そしてシャーペンはパーツに与えるダメージプラス15アップ、そして強化しているのでさらに効果が激増。なのでこのパークの構成でいけば、トニックを使わずに部位破壊が簡単になります。なのでこいつがトゲを飛ばしてくるときはチャンスです。こういうふうに寝っ転がってるときもすごくチャンスなので、簡単に破壊できると思います。皆様お疲れ様でした。